皮膚,皮膚は動物の器官の一つで体の表面を覆っている層のこと。体の内外を区切り、その境をなす構造である。皮膚とけ、爪、羽毛、鱗など、それに付随する構造、器官等を合わせて外皮系という器官系としてまとめて扱う場合がある。また、動物種によっては皮膚感覚を伝える感覚器の働きも持っている場合がある。 人の皮膚は肌、肌とも呼ばれる。高等脊椎動物では上皮性の表皮、その下にある結合組織系の神秘から構成され、さらに皮下組織そして多くの場合には脂肪組織へとつながっていく。人の皮膚は上皮部分では細胞分裂から角化し、赤となって剥がれ落ちるまで約4週間かかる。人の皮膚は 体重の6.3から6.9%を占め、約 9kg。面積は、約1.6メートルであり、体の中で最も大きい器官である。表皮は0.06から0.2ミリメートル。神皮は2.0から2.2ミリメートルだが、手のひらや足の裏など場所によって異なる。重量は、約 3kg。素性は、水分約57.7%、タンパク質。 約27.3%、脂質約14.2%、海分約0.6%である。更新、鼻孔、まぶた、外陰部、肛門では、表皮は粘膜へと移行する。皮膚には、様々な付属器があり、毛、爪、皮膚腺、汗腺、皮脂腺などがある。外肺用由来で、体制2から3週間で、基本的な構造が形成される表皮は主に、 ケラチノサイトという細胞で形成されている。最も上側にある表皮には、神秘と接触し細胞分裂を盛んに起こす一層の規定細胞があり、そこから生じる表皮細胞が、規定側から、有極細胞、有極層、下流細胞、下流層、泡、瞑想、角質細胞、角質層へと変化しながら、外側に動く。上皮では不要性で、 繊維状のタンパク質の一種ケラチンを生成して保護機能を持たせ、また同様に生成されたメラニンは紫外線から皮膚を防御し、エルゴステロールは紫外線によってビタミン D へ変する。そして約4週間程度で表皮細胞は表面で厚さ10から20マイクロメートル、足の裏などではミリメートル単位の角質、角相となり、プログラムされた細胞肢を迎えて、 生命反応を止め、やがて剥離する。これらの細胞はいずれも、扁平の形状をしている。角質部分は、活動を止めた細胞を脂質が取り囲んでおり、モルタルを挟んでレンガが積まれたような構造をとっている。この脂質は、セラミド、コレステロール、有利脂肪酸が特定の比率で相乗に重なっている。これらの脂質は、ケラチノサイト細胞が、 角膜の下部に到達するとその内部で、ラメラ下流や双板下流と呼ばれる袋を作り、その中に溜め込まれる。細胞が角質となって死ぬと、袋から脂質が押し出されて、細胞の間に広がって、層を作る。この層に入り込んだ、樹状細胞にはメラノサイトがあり、体制3から6ヶ月の頃に、神経底から生じて侵入し、色素系と形成する。その他の樹状細胞には、 ランゲルハンス細胞やメルケル細胞等がある。皮膚の表面には、飛行、サルカスキュータスと呼ばれる溝があり、浅い飛行で囲まれる細かな隆起を、飛球、クリスタキュータス、太い飛行で囲まれる複数の飛球を含む領域を、川や、エリアキューテニアと呼ぶ。毛は、太い飛行の交点に生え、感染は、川やに開口する。死腹、主相測定などでは、 飛行が平行して走行しており、飛行の間に形成される両線が指紋、小紋、足紋である。表皮の下層にある神皮は中肺用由来であり、表皮との接触面である凸凹した乳頭層、神皮乳頭とその下の毛状層に分けられる。毛状層は皮下組織と明瞭な境界を持たず、密なコラーゲン繊維の結合体の中に男性繊維が 毛状に分布し、皮膚本体に強靭さを与える。動物の比較繊維はこのコラーゲン繊維部分に防腐処理や柔軟化を施したものである。コラーゲンの種類は、成人の場合 I 型が E 型の3倍程度あるが、15週前後の新生児では E 型の方が多い。また、水分を維持する糖類の一種ヒアルロン酸も含まれる。神秘部分には他に、 コラーゲン繊維を作る繊維目細胞や、免疫機能や炎症などに関係する肥満細胞、マスト細胞がある。また、神経は表皮まで到達するが毛細血管の伸びは神秘内までに山、ま。神秘には汗を分泌するエクリン腺とアポクリン腺がある。どちらも球状に絡まった環状構造があり、一旦を表皮に伸ばすが、前者は直接表皮に、後者は毛穴の側面につながる。 人の場合クリンセンは全身に200から500万個ほどあり、1センチメートルに換算すると300個以上があり、特に額や手のひら及び足の裏に多い。ただし多くの動物はアポクリンセンの数の方が多く、また人のように感染が全身にあるのは霊長類以外には見られない。皮膚と筋膜など下部の組織をつなぐ部分は皮下組織と呼ばれ、真皮と比較すると、 繊維密度が低い結合組織で作られている。この層には、皮下脂肪と呼ばれる脂肪の組織が多く含まれており、栄養の貯蔵や体の保温をする機能を持つ。脂肪は、皮膚紋理という表皮に現れる、線状の凹凸が作る模様の一種であり、滑り止めの機能を持つ。この模様は神秘に由来し、表皮との境界にある、神秘乳頭という二列の突起の並びが、 凸部分になる。そのため、指紋は成長とともに大きくなったり、加齢とともにパターンの明瞭さが失われたりするが、模様そのものは変化しない。皮膚紋理は霊長類の手足にあり、クモザルやオマキザルのように大きいように使う種では、尾の内側に持つ場合もある。またコアラのような樹木に登る動物の指にも指紋がある。牛の鼻にも、皮膚紋理、リ、尾紋があり。 人間の個人識別と同様に個体管理に用いられる。皮膚の老化で生じるシワは、神秘の弾力性が失われて生じる。具体的には、男性の元になる神秘のコラーゲンや弾力繊維、またはヒアルロン酸が減少することが原因である。要因は主に加齢と紫外線があり、前者は年とともに、男性の元になる物質を生む酵素の働きが低下することが影響し、 後者は、光老化と呼ばれ特に長波長の紫外線が、活性酸素を発生させ、マトリックメタロプロテアーゼ、MMPS というコラーゲンや弾性繊維を切断する酵素を生じさせる影響がある。紫外線は表皮にも作用し、短波長がサイトカインという物質を生じさせ、これが神秘で、MMPS 生成を促すこともシワ発生に、関わる。赤外線も長波長の IRA は、 活性酸素発生を通じて、MMPS 生成を促し、シワの要因になる。動物の種類によって、皮膚の構造や役割は、非常に多様性に富んでいる。様々な動物の持っている皮膚の主な機能を一家に、あげる。皮膚は、触覚の感覚器であり、外部からの刺激を伝える役割を持つ。感覚を知る器官としては、表皮の規定部にあり、 部分的な圧力を検知する、神秘の髪型にあり、小胞が包む、神経終末で、触覚刺激を知るウイルスネス固定、神秘下層の小胞内にある、神経末端で引っ張りなど、皮膚の変形を感知する、ルフィに終末、神秘の下層や、皮下組織にあり高い感度で最初に接触を感じる、パチに、固定がある。また、ケラチノサイト細胞膜には、 刺激を受けると ATP と結びついて、イオンチャネルを働かせて内部に、カルシウムやナトリウムイオンを透過させ、電気信号を発生させる物質がある。内臓の上皮細胞に見られるこれら物質のうち、P2X3 という受容体は、表皮細胞でも作られ、接触感知に関与する。高等動物の皮膚には、感覚性の神経終末が達しており、 皮膚感覚と呼ばれる感覚を得る感覚器としても働いている。神秘の神経繊維のうち有髄繊維の A デルタ繊維が刃物で切られた際などの痛覚を感じ取り、侵害受容器と呼ばれる。絶縁体の鞘構造を持つ A デルタ繊維が傷つくと、電気信号が発し、神経を非常に速い速度で伝わり、痛覚と認識される。 動物の種類や部位によって、これらの感覚の発達の程度は異なる。また皮膚は、免疫機能へも関与する。例えば白血球などで合成される、免疫機能の情報伝達を司る、タンパク質のサイトカインは、紫外線の照射や、角膜白磁によって、ケラチノサイトでも合成、分泌され。また表皮中には、ランゲルハンス細胞という樹状細胞が散在し、 細菌など異物が皮膚内に侵入すると感知し、免疫系へ情報を伝達する。その他、ケラチノサイトは、神経伝達物質のカテコールアミン類や、ベータエンドルフィンなども合成、分解する。これらが持つ役割は、はっきりしないが、皮膚内での情報伝達を担うという考えもある。ほぼ全ての動物の皮膚で共通なのは、体を包み、体の形を維持していることである。 細胞が色石状に並んで、お互いがしっかりと繋がり合ったり、細胞外マトリックスや体表への分泌物などの切れ、体の内側の構造が外に飛び出さないような境界を作っている。さらにより厚く発達した皮膚を持つ動物では、皮膚が体を保護し、陸上生物では乾燥から守るという役割を果たす。 体の外側から皮膚に力が加わっても、皮膚でそれを跳ね返したりできる。また、皮膚だけでなく、それに付随する構造が、この機能に大きく役立っている場合もある。頭髪や体毛などの毛、蝶類の羽毛、爬虫類や魚類の鱗、節足動物の外骨格などは、皮膚の一部が変化してできたものであり、さらに皮膚に強度を加えている。 境界形成と保護を主に担う部分が表皮の角質である。しかしこの角質はセロテープを皮膚に貼って剥がせば簡単に剥離するがすぐ下のケラチノサイトが脂質を放出して再生が加速され1日で80%程度が回復する。また繰り返し圧迫されるとタコのように局所的に熱くなることが知られる。空気が乾燥した状態に1週間程度置かれると表皮は 角質の厚みを増すことも実験で確かめられている。その一方で、角質を剥離させた箇所にプラスチックフィルムなど水を通さない、障害物を貼ると修復は行われないが、ゴアテックスでは貼っても角質は修復される。このように皮膚は環境に対応するが、これは神経系や循環器系から独立した自己適応能力と保護機能が働く状態をモニターする能力を、 どちらも自律的に備えていることを示す。これらの自己修復能力は皮膚の表面電化が影響するという説がある。汗によって電気抵抗値が変化することは古くから知られ、その原理は嘘発見器に応用された。しかし近年、唇など感染がない箇所や無毛マウスでもマイナスの電位差があることが明らかになった。この電化はアジカナトリウムで、 ケラチノサイトの呼吸を止めたり、イオンチャネルを止める薬剤に侵止すると即座になくなる。皮膚の電荷は、角質のすぐ下にカリウムやカルシウムのイオンが偏在することが生じ、この電荷の変動をケラチノサイトが感知することよって修復が働くと考えられる。逆に外から電荷を皮膚にかけると、マイナスの電荷では再生が早まり、プラスだと遅れることが実験で確認された。 皮膚は物質の排泄する役割も持つ。動物によって特に大きく異なっている機能は皮膚の物質等化性である。ほとんどの陸上動物は体内の水分を体外に奪われないよう、皮膚は水分を通さないようになっている。これはその動物がどのぐらい乾燥した環境に適応できるかということと密接に関連している。それに対し、 水中で生活する動物の場合はもう少し複雑である。海中で生活する動物の場合、海面、クラゲなどの比較的単純な動物であれば、体内で細胞外にある液体、体液は海水とその成分同じであるため、皮膚は海水が体内に入るのを遮断する必要がない。こういう動物は逆に皮膚を通して酸素を含んだ新しい海水を取り入れたり、 老廃物を含んだ体液を排出することも可能であ。しかし、海産業など、より複雑な構造を持つ動物になると、体液の濃度は海水そのものよりも薄いため、この場合には皮膚を通して海水が侵入しないように、同時に、浸透圧の差の関係で、体内の水分が、より高い塩濃度の海水に奪われないように、水分をできるだけ通さない構造になっている。逆に、 淡水で生活する動物では、体外の塩分が重要であり、これが体外へ奪われないようになっている。淡水魚や両生類もこれに属する。BR また、水分の透過性のある皮膚ではそれに溶け込んだ空気を一緒に透過させることも可能である。海中の無脊椎動物などのほか、一部の両生類などでも発達しており、皮膚呼吸と呼ばれる。皮膚は、 外界と体内との熱エネルギーのやり取りをする場所でもある。特に高温動物の皮膚では一定の体温を維持するために重要な役割を担っている。例えば体温が上昇しかけると皮膚を走る血管へ血液がより多く運ばれるように調節し体外へより多くの熱を排出するようにし逆に体温が下がりかけると血管は縮み体外へ 血液の熱が奪われるのを抑える。また、感染から汗を分泌し、汗の蒸発時の気化熱を利用して、体温を下げる働きもある。人の場合全身にあるエクリン腺から分泌される汗がその役を果たすが、馬などはアポクリン腺からの汗で、体温調整を行う。犬は汗をあまりかかず体温調整は、朝速呼吸を主に使い、ゾウはその大きな耳からの放射熱を利用する。 主な刺激感覚には、温度変化や化学物質との接触などがある。熱や酸などの刺激性化学物質との接触などは、神秘の神経繊維の内無髄繊維、C 繊維に因子が接触することで感知される。この部分は、温度、化学刺激以外にも接触も感知する、可能性を持つため、ポリモーダル侵害需要繊維と呼ばれる。表皮にも、熱や、 化学刺激を感知する能力がある。ケラチノサイト細胞の4チャンネルを働かせる受容体の一種トレプビは、実験から摂取43度以上の温度、pH6.6 以下の酸性、唐辛子に含まれる辛味成分カプサイシンへの反応が確認され、逆に遺伝子操作でトレプビ受容体を持たないマウスに、これら因子への反応が見られないことが確認された。 この他にも、温度摂取52度以上で働く TRPV2、受容体、32摂取39度で働く TRPV3 受容体、27摂取35度で働く他にも、浸透圧や機械刺激にも反応する TRPV4 受容体、25摂取28度で働きメントールなどの爽快さを感じ取る TRPV8 受容体、 摂氏17度未満で働くトルパ一時用体がケラチのサイトでそれぞれ見つかっている。このほか、皮膚が光を感知することは、視覚障害者の生理変化や実験から確かめられ、外実リズムの調整に膝の裏に光を当てる治療の効果が報告されている。ただし、このメカニズムははっきりわかっていない。皮膚は紫外線を受けて、 ビタミン D を生合成する。骨の形成に不可欠なビタミン D を得るため、かつて乳児には日光浴をさせるべきと母子手帳などにも書かれていたが、現在は削除されている。これは通常の生活で生合成に十分な光を受けられることや、かえって紫外線が与える悪影響が問題になるためである。しかし、日本においてはビタミン D 不足による来る。 病の増加が指摘されている。上実のように、皮膚は非常に繊細かつ複雑な組織で、かつ事故以外の異物を排除する免疫の働きによって、基本的に自己自身由来の皮膚しか生着しない。熱症や放射線被曝で皮膚の酸性機能が失われると命を落とすこともある。大規模な皮膚移植は移植用に、 人間の皮膚を大量に確保しなければならないという難題を伴う。人間に近い機能を持った動物皮膚の食費も研究されているが、まだ本格的な実用化に至っていない。人工皮膚も研究、製造されている。移植医療用としては、幹部から一時的に体表を覆う代替として使用し、失われた皮下組織や皮膚の再建を待たなければならない。このか。 神秘まで含めた人間の皮膚に近い構造を持ち、医薬品や化粧品などによる人間の皮膚に対する作用を調べるための人工皮膚も開発されている。常実にあるように、神秘を加工し、一般にはなめしと言われる手、保存性や加工性、耐久性を高めた素材。加工の工程でコラーゲンは別の化学物質と結びついて編成する。 哺乳類由来のものが毛皮とともに一般的に市場に出回るが魚類由来の比較も存在する。感染と皮脂腺は哺乳類特有のものだが他の脊椎動物からも皮膚腺は見つかっている。魚類の多くは皮膚に粘液を分泌する細胞があり保温や保護の役目を果たしている。中には毒を分泌する染や発酵器やより水っぽい昇液を分泌する細胞を持つ種類も いる。両生類には粘液を分泌する細胞が集まって脳のような線を形成している。また、ほとんどの両生類には皮膚に粒状の線を持ち、刺激性、または毒性の化合物を分泌する。魚類や両生類、爬虫類の皮膚からもメラニンは発見されているが、表皮は比較的無色のものが多い。実際に見えている、体の色は、 神秘の色素法のものである場合が多く、メラニン以外にも、グアニンやカロテノイド色素が含まれていることもある。カメレオンやヒラメなど多くの種が、この色素法の大きさを変えて、カモフラージュをする。蝶類や、爬虫類の表皮は哺乳類に近く、角質化し、ゲラチンで満たされた細胞が、水分の蒸散を防いでいる。これは、ヒキガエルのような両生類の一部にも見られる。 しかし、これらの動物は、表皮から神秘に至る、細胞分化が人のような明瞭さがなく、曖昧である。哺乳類の表皮には少なくとも一層の規定層と、角質層があるが、人が持つような中間層の明らかな区別はつけられない。紙は哺乳類の表皮に、特有のものであり、羽毛は少なくとも現在まで絶滅していない種に、限れば、蝶類特有のものである。鳥類と爬虫類は、 比較的わずかな皮膚腺しか持たず、爬虫類のフェロモン分泌細胞やほとんどの鳥類が持つおシ腺のように決まった機能に特化していると考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。